かに。皆さんこんにちは。今日も楽しくナナイルスマイルブリお届けしたいと思います、はい。今日の放送からね、はい、放送時間が若干変わりました。はい、はい、曜日とは同じなんですけれども、うん、今までが15時30分スタートだったんですけども、ね、はい、その時間に、チャンネルを合わせていただいて、皆さんあれ終わっちゃったのかなと思うかもしれないですけども1時間ほど後倒しっていうか、そうですね、はい、17時から、はい、はい、17時初放送ですけど、はい、いかがですか気分。爽快です。爽快ですね。何が爽快だ。また今日はまたいいお天気というか、そうですね、暑いというか、暖かいですよね、25度に達したそうです、うん、気象予報士を目指している江中ひとみさん、はい、25度を超えた日は何日と言いますか。何日気象用語で。気象用語で、はい、それでよく研究してますね。はたびではないですよ。夏日。あ、そうです、そうです、そうです。夏日です。夏日ですよね。はい、もうすっかりなんか春を超えて夏になっちゃった気分ですけどね。一段とぼーっとしちゃいますよね。ひとみは今日なんと朝というか、ね、午前3時半起床。なんでそんな早く起きたの。農業やってるわけじゃない。はい、あの埼玉の浦和地区のですね。はい、倫理法人会に参加してるんです。すごいよ、起業家の中に集まって何か講演するわけですよ ね、 ね、これからのビジネスとはとかっていろいろ言うわけですよね。もうみんな経営者ばっかりいるわけですよ、ね、サンちゃんに起きて、はいはい、どんなことを今日はお話し なされたんですか。あ、そうですね、はい、やはりなんかそういう、こう経営者とかっていう話じゃなくって、うん、なんですかね、こうみんなで、みんなで、いろんなで、みんなで、こう、うん、語り合ったりとか、語り合ったり、その女子高生がダメってるのとあんまり変わんない。きちっとなんか、はい、なんて言えばいいんですかね、まあ、発声から始まり、うん、朝の挨拶から始まり、礼儀から始まり、うん、そしてなんか読むんですね。なんか読むんですか。本があって、はいはいはい、倫理法人会の本、はい、それを読んで、はい、そして着席して、そしてあと、はい、ある方の うん、ご講話が、ご講話いろんな方のご講話が、それがためになるわけですね。そうですね。なるほど。でその後に皆さんでご飯を食べる。うん、あ、ご飯を食べに行っただけなんですね。まあ、そろそろねこの時間ひとみちゃん眠くなりがちな時です。春眠暁を覚えずなんて言いますけども、ね、大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。50分間持ちますか。大丈夫です。途中で仮眠しないでくださいね。歌が流れてないね、ちょっとね。今日は冒頭は何について話をする予定でしたかね、視聴者さん。冒頭ですか。冒頭ね、うん、冒頭の話はもうだいぶ忘れちゃいましたね。ぼーっとしてますからね。乗ってみたい、なんか。あ、そうですよ。そうだ、乗ってみたい。そう、先週ね、ひとみちゃんは、うん、モータースポーツをやっておりまして、レーシングカートの試合があったんですよね。そうです。ナゴさんも乗りました。はい、ひとみちゃんはね、すごい速かったです。前回は時速15キロで疾走してたんですけど、今回は20キロ出てる。おー、すごい。これは進歩ですよ。進歩です。5キロアップです。みんなにね、チームひとみんレーシングはですね、はい、6時間耐久レースでなんとサーキットを200周したんですよ、はい、200周ですよ、200周ですよ、はい、で12チーム中12位という残念な結果だったんですけど、11位のチームに100周以上離されたという、はい、みんな早いんですよね。ちなみに優勝チームは倍以上走ってますからね。あ、そうなんですか。いやー、敵は強いですよね。強いですね。まあ、僕たちは安全運転第一ということで。そう、安全第一、はい。まあ、カートに乗りましたけど、世の中いろんな乗り物がありますけど、ソンゲさんはどんなものに乗りたいですか。私は、うん、もうそろそろできるんじゃないかって、うん、はい、もうドローンとかに。ドローンに乗って、ドローン小さいじゃないですか。いや、大きくなったドローンとかね、こう簡易的にこう、はい、空飛べるようになったり、あとはもっとゆくゆくはタイムマシンとか乗って、ああ、いいですね、うん、タイムマシン乗りたいですね。戦国時代の乗り物はどうですか。あ、乗り物ですか、はい、ヘリコプターですね。ヘリコプターに乗ったことあります。ないな。ヘリコプターはありますね、うん、あります、はい、あります、うん、乗ってみたいなと思って。ナイトフライトで、
意外にいろんなことやってる、はい、ソムリエさんでございます。いやいやいや、その辺はね、その辺はね、また曲が流れてる間に追求しましょうか。はい、17時の放送になってもスタイルは変わりません。そうですね、まずは、視聴者の皆様に江中ひとみちゃんがミステリーなぞなぞお出ししたいと思います。はい、はい、それでは参りますね。はい、はいはい、それではなぞなぞです。なぞなぞ、はい、毎年4月に新しくなる土って何でしょう。土、はい、土、はいはい、毎年4月に新しくなる土は何でしょうか。はい、これを皆さん考えてください。毎年4月に新しくなる土、はい、はい、分かった方はどうしたらいいですか、ひとみ。はい、はい、それではメールアドレスを申し上げます。はい、メールをね、メールに回答をお寄せください。はい、senju@cwave.jp、はい、senju@cwave.jp までメールください。はい、お願いします。お願いします。正解者の中から抽選でこちらの見えますかね、ひとみんとアマビエ様がついておりますオリジナルマスク、こちらをね差し上げたいと思います。はい、まあ、まだまだね油断はできませんので、マスクは必需品でございます。こちらをじゃあね差し上げたいと思いますので、頭をひねって考えてみてください。はい、それでは、はい、乗り物にちなんだ、はい、歌ですね。乗り物にちなんだ今日のゲストにちなんだ曲ですね。はい、ゲストさんに選んだ曲ですね。はい、フードロスを飢えた子供にという、ね、曲を流したいと思います。はい、はい、どうぞ。世界の子供たち今何人くらい上で死んでるか、あなたは知ってますか。皿洗いの仕事を一日8時間洗う皿の数数知れないほど、捨てるゴミの量も半端じゃなくて、もうたったその中の2、3皿で一日食いつなげてゆけるのに、もう食べちゃいけなくてゴミになる。もしもこの僕に力があったなら、無駄になるこれらのゴミたちを全部残さず冷凍保存して、あの子供たちに送ってあげたい。マザー・テレサやガンジーのような教科書の模範みたいな事前は演じられない。だけどあの子ら見てると思うんだ、自分のできる範囲で何かやってみたいと。フードロスを飢えた子供に送りませんか。フードロスを飢えた子供に送りませんか。目隠しをして街を歩いたこと、あなたは一度でもありますか。点字ブロックがどれだけ必要かをリアルに実感したことはありますか。ナイチンゲールや野口英世のような教科書の模範みたいな事前は演じられない。
だけど、あの子ら見てると思うんだ。自分のできる範囲で何かやってみたいと。フードロスを植えた子供に送りませんか。フードロスを植えた子供に送りませんか。いい曲でしょ。いや、いい歌も歌うんですね。いい歌も歌うんですね。ちょっと失礼なんですけど、どっかでオチがあるのかなと思ったんですけど、いやすごいですね。深遠な考えさせられる。はい、もう深く反省いたしました。ありがとうございます。さあ、今日は本当に素敵なゲストをお迎えしております。全日本バリアフリー推進協議会代表理事大村静香さん。通称しずちゃんさんでございます。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。もう可愛らしくてチャーミングで、そうなんです、見とれちゃいますけどね。見とれちゃいますね、はい、優しいしね。ひとみちゃんとしずちゃんはお友達なんですよ、はい、普段はどんなお話をしてるんですか。あ、普段ですか、うん、まあ、フードロスの話とかいろんな女子トークですね。女子トーク、うん、あー、いろいろ、いろいろとあるわけですね、ね、はい、はい、今日はね、しゅうちゃんさんがゲストでございますので、しゅうちゃんさんにいろいろメールなどもね、こちらの千住アットマークシーウェーブ .jp までお寄せください。すでにもうあれですよ、うん、放送局のプリンターが壊れるような勢いで届いております。いくつかご紹介したいと思います。じゃあ、高校時代放送部の瞳にお願いします。はい、火星人さん、火星人さん、はい、浅草から来た火星人です、はい、来る前にゲストのしずちゃんに会ってしまいました。おー、ネタバレになっちゃったんですね。期待しています、はい、うん、しずちゃんは車椅子だけど、ひとみんは会社では豪華なソファー椅子に座っているのかな。あ、いやー、あのぺったんこの椅子です。ぺったんこの椅子です。クッションほとんどないですね。倉庫、倉庫みたいな、はいはい、あの、なんていうんですか、ビールが入ってるのね、はい、に近いですね。ビールケースに、ビールケースですかね。ビールケースっぽいですね、はいはい、あと、すごいですか、ロンドンのお住まいの、はい、ハル・ガンストンさんから、うん、ハル・ガンストンさん、ハル・お姉さん、ありがとうございます。イギリス人の方ですか。はい、イギリスに嫁がれて、はい、今黒猫と一緒に、うん、うわー、じゃあイギリスで見てるかもしれないですね。見てるかもしれない、見てるんです、ね、おはようございます。今朝なんでしょう、朝なんでしょうね。朝なんでグッモーニング、モーニング、じゃあひとみん、じゃあ上手な英検3級のひとみん、はい、日本語で書いてあるんですね。日本語です、はい、よかったです、うん、南雲さん、またもやしずちゃんをゲストに迎えてくださりありがとうございます。来ていただいて嬉しいですよね。本当こちらこそありがたいです、はい、ありがとうございます。車椅子でご不自由も終わると思いますが、笑顔でバリアフリーに取り組まれている姿に感謝しています。しずちゃんに質問です。私はロンドンに住んでいます。去年は日本に2ヶ月近く滞在して、東京、福井、仙台、青森、札幌にも行きましたが、車椅子ユーザーはたった一人だけ見かけたことに驚きました。公共交通機関を使うのは難しいのでしょうか。はい、英国では人口の 1.9% は車椅子ユーザーで、その3分の2が60代以上の系統が出ています。私が出かけるたびに車ユーザーを通りで、バスで、トラムで見かけます。皆さんどんどん一人で動き回れておられますよ、うん、バスの運転手さんはベビーバギーが場所を取っているときは、うん、車椅子ユーザーを乗せるためにバギーを畳んでくださいとちゃんと言います、うん、車椅子ユーザーの国会議員もいらっしゃいますが、うん、今はスコットランド議会のパム・グランシーだけかもしれません、うん、でも、上
で上院議員は年長の方ばかりなので、うん、車椅子使われる、うん、ロードたちも国会議員道はバリアフリーです、うん、日本でももっともっと車椅子ユーザーの皆さんを街で駅でお見かけしたいと思います、うん、ロンドンより愛を込めて春ガストン様です、うん、どうもありがとうございます。考えさせられるというかね、考えさせられるね、メールありがとうございました、うん、やっぱこう難病指定とかでもそうなんでしょうけど、すごい難病でもそのなんていうんですかね、人数というか絶対数が増えていかないと研究も進まなかったりとかしますよね、うんうん、それに対するその国の政策とかも、うん、ある程度の人数がいないと行われないし、うん、あとそういう団体の設立とかもできないので、うん、これからやっぱり高齢化社会に向けて、うん、その車椅子っていうニーズがすごく多くなると思うので、うん、日本も遅ればせながらやっぱり諸外国に追いつくようないろんな政策とかね、うん、設備を整えないといけないですよね。そうですね、まだまだ僕らなかなか気がつかないですけど、しーちゃんは現実に車椅子に乗られていて、うん、ものすごいそういう不自由というか苦労というかあると思うので、そういう視点でね、うん、やっぱりこう発信してくれる人がどんどんと増えていくといいですよね、うん、でなんところロンドンのですね、うん、バスの中を送ってくださったんです、はい、ちょっと寄れますかね、見れるかな、はい、寄っていただけるかもしれない。この黄色いのがいっぱいついてますけど、これは何ですかね、取っ手のような感じなんですかね、手すりですね、手すりがいっぱいついてるかもしれない、日本よりね、で、フロアにも車椅子のスペースをしっかり明確に表す場所がありますよね。これだけもう一生懸命バリアフリーにね、こう力を入れているということなんですね、ロンドンではね。日本でもどんどんやってほしいですよね。そうですね、ちょうど、うん、去年の昨日ぐらいですね、1年前に、はい、東京メトロが電車の運賃を10円値上げしました。あ、そうですか、ね、そうです、はい、で、うん、その10円値上げの理由が、うん、障害のある方のためのバリアフリーということで、ちょっと障害のある人たちの中で揉めたんですよ、うん、そうなんですか。そうです、うん、例えば、うん、電気代とか、うん、ちょうど上がってきたとか、うん、いろいろ経費がかかって、うん、駅もきれいにしなきゃいけないのもあるんですけど、そのことを全てにおいてバリアフリーのためにと言ってるんじゃないかと、うん、その10円のことをですね、その収益が増加した分を全部、うん、バリアフリーに回さないで別のことに使われるんじゃないかっていう、そう、値上げの理由を障害者のせいにするなと、うんうん、で、まあ、今度緑の窓口 JR の、はい、あれもなくなっちゃうんですよ、ね、どんどん減ってますね。そう、減ってますね、窓口なくなっちゃう、うん、でそういうのも、うん、要は経費削減というか、うん、そういう障害のことでバリアフリーのことで、うん、いろいろ大変だとおっしゃっているわけなんですよね。バリアフリーを進めるために緑の窓口を減らすということなんですか。まあ、そういうことも言われてます。で、バリアフリーのためにというよりも、うん、電車とかバスとかの値上げにであったり、そのこれこれこうでって言ってこう、うん、緑の窓口なくしますっていうのは、どうしてもそういう話になっちゃうんですよ、うん、でもそれって違うよねと。で、私もこの間ちょっと群馬の方に行った時に、はい、緑の窓口に行ってチケット買ったんですけど、うん、結構やっぱり高齢の方多いんですよ、うん、で若い世代はスマホ使えるので、うんうん、それピッピッって取れるかもしれないですよね、はいはい、でもガラケー使ったりスマホが苦手なちょっと年齢いった方は、うんうん、緑の窓口なくなっちゃったら、うん、中に帰れないと思うんですよね、うんうん、私すごくこれあれ窓口なくしていいのかなって。自分もねびっくりしてる、最近どんどん減ってて、うん、まあすごい設計人なんで切符買ったりするのも苦手なんで、うん、
で、まあ、しょうがなく最近少しずつなんかあの券売機でなんかいろいろ買うのを覚えてますけど、今新学期なんで定期券を買うような人も多いじゃないですか、うんうん、で池袋をさっき通ってきたんですけど、うん、緑の 窓口がすごい行列で、うん、で普通のなんか機械で買えば買えるところはガラガラなんですよね、うん、でそれだけまだ機械を使いこなせない人がすごいいっぱいいるんだろうなとは思って見てましたけどね、うんうん、全てをこうデジタル化するっていうのは私よくないと思うんですよ。人間なのでできない人もいるし、どうしてもそのマンパワーでこなしていかなきゃいけない業務っていうのは必ずあると思うんですね。そうですよね。この番組が始まって3年ぐらいなんですけど、3年前ぐらいからちょうどファミリーレストランですね、タブレットとかになって、タブレットどうやって注文すればいいんだっていう、すごい悩みましたけど、結局押し切られましたもんね、最近は猫がね運んでくるようになりましたけどね。そうですね、どん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 人がいらなくなってきて、だから AI がこれから発達すると、例えば高齢化社会になった時、なんか1台 AI を買って、 AI に切符買ってきてとか頼むしかないのかなっていう気もしないでもないですけどね。だからバスとかが、自動運転になってしまうと、例えば障害のある人とか、じゃあどうするのかなって、こうボタンがあってピッと押したらスロープが出てくるとか、そんなもう全自動型式バスみたいな、そんな風に なっちゃったら、ピンポンダッシュじゃないけどすごい危ないですよね。やっぱり誰か人間って必要だと思います。そうですね、ある程度はやっぱり ね、まあ、5G になって車を運転するのも誰でも誰でもっていうかね、運転手がいらないような時代になるかもしれないんですけど、まあいいものは享受しながら、そこから取り残されるような人をなんとかね救ってあげないといけないですよね。昔旅行とか行く時に、やっぱ緑の窓口に相談しながら、ここで乗り換えてここでとかっていろいろこうあるじゃないですか、会話しながらね、だからそれで、あ、こういう方がいいんだとかっていろいろ話しながらね、やって、それも旅行の醍醐味だって言ったじゃないですか。時刻表ですよね。そうそうそう、見ながらね、こういうふうにいろいろ言うと、なんか向こうの人はね、駅員の人は考えてくれて、あれ混んでる時はたまらないんですけどね、前の人がずっと、話し込まれると、まあそれはそれでまあね、分からない人はいろんなことを情報を聞いてっていうのはあったと思うんですけどね。やっぱそういうコミュニケーションってすごくいいですよねってね。そうか、やっぱりね、旅行も行けなくなっちゃうのはよくないですからね。僕らもね、温泉に行きたいと思って、だから、しずちゃんが温泉の入浴剤をいただきました。そうなんです、これ3人ともちょっと違うんです。僕は草津、秩父、嵐山、道後、私は宮城の秋湯とか、はい、それから伊香保、黒川温泉、いろいろです、黒川温泉、九州のね、私は蔵王、箱根、道後、湯布院ですね。箱根なんかよくいいですね。いっぱい湯布院いいですよね。なんか楽しみです、お風呂に入るの、ね、ありがとうございます。草津は有名なんですけど、秩父に温泉があったってことを知らなかったですね、勉強になりました。秩父にあるとあるんですか、秩父の温泉、あと京都にも温泉あるんですね、嵐山、道後温泉っていうのはね、なんか有名な坊ちゃんが、そうですね、そうです、いたところですけど、秩父って埼玉の、埼玉の秩父、ということで、貴重な、いただきました、まあ、今夜から使わせていただきたいと思います、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあこういうね、いろいろ社会に問題を発信しながら頑張ってるしゅうちゃんなんですけど、バリアフリー、推進協議会っていうのは、そういうようないろんな問題とかっていうことをなんか、発言したりとか、政治家の方に陳情したりとか、そういうような活動をされてるんですか。はい、行ってます、はい、で日本っていうのはどうなんでしょう。先ほどイギリスの、方からのメールもありましたけど、諸外国に比べてどういう部分が遅れてるでしょうかね。これはちょっと話が長くなっちゃうんですけど、まとめますと、東京オリンピック前の、昔の東京オリンピックの頃ですね、昭和39年、ね、生まれてましたか、生まれてないですよね、皆さんね、人見ちゃも知らない、スケキヨの頃です。スケキヨ、
スケキオ、スケキオっていうのは稲田家の一族。そうですそうです、はい、ああいう昔の時代に、はいはいはい、東京オリンピックで外国から人が来るのに、うん、障害のある人がいると恥ずかしいと言って、国は埼玉の方とか山の方に精神病院をたくさん作りました、はい、でそれが今でいう大きな障害者施設なんですけど、そこにやトントンってお宅にそういう障害の子供がいるよね、奥に隠してるよね、うん、でみんなここに行けば暮らせるよ、ご飯も食べられるよ、はいはい、うん、そうやって誘って障害のある人たちをその精神病院に隠したわけです。オリンピックの時恥ずかしいと。それは精神的な障害の方、いや全部です、全部生まれ持った身体的な障害者も全部含めて。そうです、そうです。よくこれはこういう言い方なんですけど、昔は家に障害のある子供がいると学校にも行かせなかったねし、座敷牢みたいな離れとか作って、そういうとこに子供を押し込めていたと。そんな時代の流れで、その外国から人が来るのにそんな恥ずかしい日本を見せられないと隠したことが、要は日本の障害福祉を遅らせる原因になってしまったわけですね。共生共存じゃなくて隔離別離をすることによって日本は遅くなってしまった、対策をしたんですね。で、例えば日本の介護保険とかドイツとか、そういったところのモデルにしてるって言われてるんですけど、こうイギリスとかみたいに今のように発展して進んでいった中で、日本にはそういう歴史があるので、その障害者差別じゃないんですけど、言い方悪いんですけど、そういうこう日本人的な恥を見せたくないというのってあるじゃないですか。こう言いたいけど言えない、コミュニティがない、家のことはこう隠しているっていう、外に隣の家の人に恥ずかしくこんなこと言えないわみたいな日本の文化ってあると思うんですよね。そういうのがやっぱりもう元々あったからこそ遅くなっちゃったんですよ、障害の理解が。そういうね、社会が持っているなんか悪しき習慣というか、メンタリティというか、その結婚してもその障害者の方を産んだりすると、もう離婚させられちゃうとか、まあそういうような時代もあったし、まあ、そういう人が見つかるとその家自体もなんか村八分じゃないけどもね、されちゃう。おそらく普通じゃない人が怖かったんだと思うんですね。なんか不吉なことが起きるんじゃないかとかっていうので隠したりしたところもあったかもしれないですけど、まあもう今こういう時代ですからね、そういうメンタリティをもう一新しなければいけない。まあ、時間はかかるかもしれないけど、しーちゃんさんのようなそういう、なんですかね、積極的なやっぱりこう問題意識を問いかけていくっていう方がどんどん増えるのは大事だと思いますし、しーちゃんさん自身がやっぱり障害のある立場ですごくまあこういうあれはあれですけど、まあキュートで可愛らしいんで、すごいね、不安も多いし、聞いてくれやすいような要素をお持ちなんでね、それをやっぱりどんどんと生かすと一気に進むような気がしますけどね。ありがとうございます。東京オリンピック誘致の時に、どこでしたかね、外国10年部でしたかなんかで、こうみんながスピーチをするのがあって、やっぱりこう義足の早稲田大学の女の子が話をしているシーンがあったんですけども、それがものすごく感動的で、その人もやっぱり、健常者だった時はいろんなスポーツをやってたんだけど、大した選手じゃなくて、全然箸も棒にもかからなかったんだけど、病気になって足を失ったら、やっぱりその。もうしばらくは辛かったんだけど、障害者スポーツをやることによって、障害者スポーツの世界の中ではトップアスリートになれて、いろんなやっぱり人と交流ができたり、いろんな外国の大会に行ったりして、足を失ったけどそれ以上のものを得たというようなスピーチをね、やられてて、今トライアスロンかなんかに転校されて、お子様も生まれてね、やってましたけど、そういったことがすごく忘れられないかったですね。で、あの方もすごいなんか可愛らしかったんで、すごい方々で講演とかされてて、いろんな意識が進んだんじゃないかなと思うんで、しゅうちゃんにもぜひね、もう総理大臣とかなっていただいて、そうですね、なんか本当にね、行政も含めてね、
やってほしいなと思いますけどね。先ほどのその義足の方ですけど、うん、素晴らしいと思うんですよ、うん、使わないと人間の残存機能ですよね、うん、体です、はい、いいところまでダメになっちゃうんですよ、うん、人間っていうのは、うん、来ました、うん、歩きました、はい、ご飯食べました、うん、トイレ行きました、うん、歯磨きしました、うん、寝ましたで、まあ、みんながそれを行えるわけじゃないんですけどね、うん、そのもしどっかが悪かったとしても右手が悪かったって、うん、どこどこ悪かったって言っても、うん、体をなんとなく動かしているからこそ生きていけるんですね、うん、これが全く動かないになっちゃうと、うん、全部ダメ全敗になっちゃうんです。あ、例えば脳梗塞になって、うん、片方の半身が使えなくなっても、うん、逆を積極的に使ってで、うん、やらないとどんどんダメになっちゃうってことなんですね。そうですそうです、うん、例えばリハビリとかそういうことだと思うんですけど、うん、その右半身が動かなくても、うん、できるだけ動いてみたり、うん、こう筋トレをこうやってやってみたり、うん、何もしなかったらこっちも衰えていってしまうんですね、うん、で彼女は義足になってしまったけれども、うん、片方の足をもう一生懸命動かして、うん、それでそこまでだけですよ、ね、うん、それもすごいことなんですよ。すごいことですね。まあね、生まれた時からじゃなくて、うん、ずっとスポーツやっててそうなった時って、うん、やっぱ受け入れがたい、なんかね、もう自暴自棄になるような時期もあったと思うんですけど、うん、まあ、そういうスポーツだったり音楽だったりがね、うん、こう新しい第二の人生を作ってくれるっていうかね、うん、作ってくれるっていうのは素敵なことですよね、うん、挫折感というか、できていたことができなくなっちゃったっていう時の落ち込みってなかったと思いますよ。よし、チキリってパッタパッタ切り替えられないですよね。ものすごい葛藤があって、うん、彼女がそこの優勝するようなところまで行くっていうのは、もう本当にすごいことですよね。そういうようなね、こう意識とか、そういう人たちをやっぱりこうスポーツができる環境とかね、うん、進めてほしいなと思いますよね。まあ、当然絶対できないってこともあるかもしれないですけど、うんうん、できる範囲の中でいろいろ可能性ってまだまだね、うんうん、あると思うので、全部諦めないでやってほしいなと思います、うん、はい。パラリンピックとかっていうのはやっぱそういう意識の人たちの集まりですよね、うん、そうですよね。私一人時々ネットでお話しさせていただく、うん、パラオリンピックで、パラ、なんだっけな、銀メダル取った人いるんですよ。で、はい、そういう人に、なんで、どうしてそんなに頑張れたのって言ったら、うん、いや、単純にモテたいから。あ、モテたいから。かっこよくなりたいから。女にモテたいから。もう障害者でも健常者でも、うん、若者でも年寄りでも異性にモテたいっていう気持ちは一緒ですよね。皆さん一緒ですか？それなんかほっこりしますね。そうですね。モチベーションってそうかもしれないですね。じゃあなんかいい話ですね。じゃあなんかいい、ね、お菓子も食べながら話しましょうか。そうですね、はい。今日はね、お客様がね、いっぱい来てくれて、しーちゃんがゲストということで差し入れが来ました。すごい。さあ、何の差し入れでしょうか。ずしっと重いです。ずしっと重い。ずしっと重い、なんだろうな、重いものって。オフではないってことですね。オフではない。オフではない。あ、なんかメールが来てますね。はい、じゃあすいません、すいません。にゃんにゃん、にゃんにゃんから、しずちゃん、しずちゃん声もかわいい、かわいいにゃーって書いてある。にゃんにゃーん。で、あとね、バレンティンさんから、バレンティンさん、はい、うん、素敵ですねっていうのと、うん、あと、ホッシーさん、ホッシーさん、うん、ホッシーさんもイケメンですよ。西武線はなんか遅延証明もデジタル化してますって。そうなんですか。そうなんですか。そこにデジタルじゃない遅延証明書がありますけどね。すごい、すごい。はい、じゃあ、差し入れは何でしたか、ひとみちゃん。差し入れはですね、すごい見えるかな、テレビに。一眼のモンブラン落ちないように、落ちないように、こういう感じです。いちごのモンブラン。はい。かわいい。これここで食べるようなスプーンとかついてるんですか。スプーンは、あ、ついてますよ。じゃあしゅうちゃん食べながら行きましょうか。はい。じゃあ行きましょうか。はい。さあ、ひとみちゃんが一生懸命ね、箱を
破壊しながら。このままやろうか。あ、取りました。取りました。すごい。じゃあゲストの方、はい。ああ、すごい。美味しそうだ。美味しそうですね。あ、以上。どうぞ。じゃあ、それもらいます。はい。くっついちゃってますね。以上。はい。これを取った方がいいですね、弊社に。はい、行きましょう。はい、ありがとうございます。さあ、ひとみん、はい、将来食レポの仕事が来た時のために、はい、じゃこれはそんちゃん。あ、はい、すいません、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、ね、嬉しいな、はい、そして最後、はい、こんな感じでございます。いちごが乗っておりまして、今旬ですもんね、いちごはね。こんな感じで、そうね、4月、5月はハウスもののいちごで、6月ぐらいになると露地ものが出ます。6月の満月はストロベリームーンとかって言いますからね。これからいちごが美味しい季節でございます。嬉しい。じゃあスプーン、シーズン、はい、もう一個ある。はい、ありますか。はい、ちゃんと環境に優しそうなスプーンが、うん、フォークですね、これね。じゃあ、木製フォーク、ね、すごい、ね、すごい環境にいいフォークです。白樺って書いてある。白樺でできてるんです。これ木で、木製です。ヒノキじゃないんです。意外に小さい。わ、じゃあ、ひとみこれ食べてみてください。はい、はい、じゃあ、いただきます。嬉しい、嬉しいですね。ひとみちゃん、イチゴは大好きですもんね。イチゴ大好き。はい、いただいています。はい、どうでしょう。美味しいです。じゃあ、ソンゲイさんもどうぞ。はい、こういう場合って、いちごってシーさんは一番最後に食べますか、最初に食べますか。最後で、ね、最後、最後だと怒っちゃったりしませんか。大丈夫ですか。こんな場合は落ちそうですよね。怖いですけどね。いただきます。めっちゃ美味しいです。でも軽い感じです、これ、うん、私もいただこう。エアリーというか、いただきます。口の中で溶けます。生クリームが本当は溶ける。とろける。あ、美味しいですね。後から下はスポンジなんですけど、そんなにパサパサしなくて。しっとりと、うん、ね、美味しいです、うん。後からほんのりいちごが香って。めっちゃ美味しいですね。ふんわり消えますね。うん、本当に美味しい。あ、すごい。うん、じゃあ僕食べてるからソングさんなんか喋ってて違うか。これはね。うん。うん、いちご食べちゃおう。でもある時期にこれいちご食べないと危ないですよね、うん、最後に残しておくと危険かもしれないんで、いただいてます。1月とか2月じゃなかったですか。いちごクリームも美味しいですね。だいたい4月ぐらいにハウスものですかね、うん、はい、美味しいです。いちごじゃいただいてみます、うん、幸せです、幸せですね、これすごい幸せ。なんか皆さんすいません、うん、これはどんな番組なんでしょう。いただきます。うん、うん、結構ボリューミーですね。ボリューミー、うん、ね、この生クリームがすごく ほんのり甘くて、うん、濃厚なんだけど軽い、うんうん、最後までいちご取っとくタイプですね。そうなんですね。落とさないようにね。最後の1個、最後の1個、ね、まあ、あの生放送でいろんな尺もあるのでいろいろ話も聞きながらなんですけど、うん、しずちゃんさんなんですけど、今後はどういうようなことをもっとやっていきたいとか、そういう、しゅうちゃんのビジョンというか目標みたいなのありますか。はい、はい、障害者雇用ってありますよね、はい、ありますね、はい、で、障害のある人でも、うん、介護施設で高齢者と触れ合えるような、はい、うん、今それすごく難しいんですけど、うん、障害のある方、あれですね、障害のある人が、介護するってことですね。そうです、うん、障害には、うん、身体障害、知的障害、うん、精神障害ってあるんですけど、はい、精神障害のある方とかは、うん、結構 A 型作業所とか B 型作業所とかそういう、うん、そういう方が働くところがまたあるんですよ、はい、で、そう、精神障害の方が働くところ、うんうん、知的障害の方が働くための場所とかいうのが結構分けられてるんですよね、うん、で、例えば私みたいに、私は介護福祉士って言って老人ホームで働いてたんですけど、うん、もうこの体になっちゃったら無理なんですよね。ただし、その精神的にちょっと辛い方とかでも、
介護の技術とか、はいはいはい、あの高齢者との接し方が分かれば、うん、働けると思うんですよ、うん、私そのような仕組みを今、うん、作りたいと思ってます、うん、あとは、うん、今もう2023年、うん、はい、なかなか人材不足、うん、この中で、これは賛否あると思うんですけど、うん、外国の方にも日本で働きいただきたい、うん、そこも私はバリフリーだと思ってるんですね、うん、まあ、そうですよね、うん、性別だったり年齢だったり国籍だったりいろいろ超えてね、ニュートラルに受け入れるっていうのは大事ですよね、うん、というかバリアフリーっていうよりもまあ、ちょっと発達障害のある、うん、まあ、そんなにこうひどいわけじゃなく、うん、普通に友達として、うん、接してる友達が何人かいるんですけど、うん、その中の一人でトラック の大型取って、うんうん、でトラックとか乗って仕事したいなとか、うん、バス乗って仕事したいなっていう人がいて、うん、今現在はできないんですか、うん、いやまだ本人にまだそこまでこう、うん、お金がないっていうか、まだ21か2なんで、うんうん、もうちょっとお金を貯めてやんないといけないっていうことで、うん、まあ、その発達障害の方たちが働く、まあ、畑みたいなところがあって、うん、そこで今働いてるんですけど、うん、まあ、いろんなね物差しがあるので、うん、まあ、発達障害という物差しがあるかもしれないけど、うん、別な才能とかで見れば、うん、優れてるものもあるでしょうし、うん、で今行政でも知的障害とか身体障害は割とこう、うん、なんていうんですか、給付金というかあるんですけど、うん、精神障害がまだまだ少ないという現状もあるので、そのあたりもねこれからの課題かもしれないですよね、うんうん、発達障害に関わらず、うん、人とこう人見知りで、うん、なかなか仕事で仲良くなれないよとか、うん、いますよね、いう方は結構先ほどのトラックとか、うん、タクシーとか行かれる方多いんですよ、うん、あんまりね、人とコミュニケーションしないですかね、コミュニケーションっていうかこう、うん、ドキドキしちゃうようなタイプの人、うん、恥ずかしがり屋さんとかは、うん、そういうお仕事が向いてる、そういう選ぶ方もいらっしゃるし、その性格もありますよね、うん、でも結構しっかりしてる人とかいっぱいいますよね、うんうん、いらっしゃいますよ、うん、あと、まあ、ある一つの部分だけをね、うん、気をつければ十分できるって方もたくさんいると思うので ね、みんな誰かしらなんかこう、うん、苦手だとかおちょこちょいだとかなんかありますからね、うん、そういうのを気をつけながら生きてるわけですから、うん、うまく周りがね注意したり、うん、自分が気をつければ世の中ですごく、うん、建設的な仕組みになると思いますね、うん、いやもう、うん、そういう目でじゃないんですよ、その例えばこの間恋する気持ちの、うん、ザード風のバージョンを作った、うん、かけるくん、盲目のピアニストのかけるくんなんか、うん、普通にもう友達ですもん、うんうん、でもう普通に一緒に歩いてると目が見えないってこともう忘れてるんですよ自分なんか、うん、だから普通にあごめんごめんっていう、普通にそういう感じだったりもあるので、そのうん、まあ、それぞれ個性って言っちゃうとあれなんですけどね、そういうまあ一つの個人がまあみんなが寄り添って共同体になるっていうことなのでね、特別にしないで、例えば目が見えなかったりいろんな障害があってもすごくこう才能あふれてる、そうですよね、それはありますね、もう全然それは別問題ですよね、耳が聞こえない分目とかこう触ったこうあれとかが人よりも感覚が敏感だったりとか、そういうのもあります、うん、あとは先ほどの続きでやりたいことって聞いてくださったのは農福連携ってあるんですよ、農福連携、農業と福祉です、ああはいはい、うん、の連携で、はい、うん、発達障害がある方とかは、うん、こうこれもやってあれもやってっていうのが同時にできない方が多いんですよ、うん、こう今これをやってたら、うん、これもこれも後でこれやっといてとかやって分からなくなっちゃうんですよ、うん、何していくか、それで、ね、結構ありますよね、うん、でそれがこう例えばこのカゴに取った果物を入れる、うん、乗せる、うん、運ぶ、うん、とかっていう一連の流れを、うん、こうこれ入れる人、うん、これやる人、うん、これこう持っていく人、うん、とか分けてあげると、うん、そううまいこと働けるんですよ、うん、でそういう方を
その東北とか、うん、あの農家の方に、うん、あの紹介していきたいと思って、うんうん、そう今農家さんって人手不足、うん、そうなんです。農家さん人手不足で若い方がいらっしゃらないって言います。そうですそうです、うん、で今現状は、うん、言っていいのかな、こう言って、うん、あの外国の方とかが下支えしてるような感じなんですよね、うん、だけど農家さんもちゃんと生産しなきゃいけないので、うん、私たちのために、うん、そうですよね。そうなのでその方たちいないといけないんですけど、うん、外国の方の場合は、うん、ビザ問題があるんですよね、うんうん、まあ労働ビザがないと3ヶ月ぐらいしか働けないし、実際そのビザでは仕事していけないということになってますので、そうなんです。まあ給料という感じじゃなくてお小遣いというか、そういうような感じでしかできないのかもしれないですけどね、そのあたりもちゃんとした仕組みができれば堂々とねできますもんね。まあ日本人の雇用をまあなんて言いますかね、奪うわけじゃないので、そういう部分に関してはどんどんとねやってほしいですよね。あとは、うん、介護っていうお仕事がすごくネガティブに捉えられすぎてないかなって思っていて、うん、福祉って今とっても大事なんですよね、うん、医療が発達しているので、うん、人間がすごく長生きになったんですよ、うん、今度高齢者が高齢化に超高スーパー高齢化になってる中で、うん、大変だとか言ってる人たちは今すごくたくさんいるんですね、うん、介護の仕事がね、うん、そこをもうちょっとみんな考えて発言してほしいなっていう気持ちがあります、うん、一人一人のね、うん、思いやりというか、もっともっとね持っていただけるといい社会になると思います、うん、もうやがては自分がね、うん、そうなるかもしれないし、うん、帰ってくる世の中ですのでね、はい、じゃあ今日本当どうもありがとうございます。ありがとうございます、はい、もう時間はあっという間で、ひとみんの歌を行こうと思ったんですけど、もう時間がないから今日やめましょうか。はい、ひとみんの歌を聴きたい方はナウンドチャンネル、そちらの方で見てください。はい、よろしくお願いします。今日はしずちゃんとお話しする日です。そういうことです。はい、ありがとうございます。じゃあこの番組はですね、すごいんですよ、世界中でご覧になっている方が、先ほどイギリスの方がいらっしゃいましたけど、北はカムチャッカから南はパラグアイまで、世界144の国と地域でご覧いただいております。はい、約何人ぐらいの方が、3名はい、視聴者の方にプレゼントでございます。はい、今日のプレゼントはこちらの本です。現代ミステリーとは何かという新進気鋭の評論家がミステリーについて論じております。ひとみちゃんもこれ読みましたね。はい、読みました。はい、でこれを読んでミステリーを書いてみようという、はい、頑張ってくださいね。はい、株式会社ナウンドから、定価3300円で販売中でございます。はい、こちらの本を今日は何名の方に、あ、そうですね、しずちゃんご出演記念、出演記念で9000名の方に、9000名の方に差し上げたいと思います。ありがとうございます。じゃあ欲しいという方はどうしたらいいですか、ひとみ。はい、senju@cwave.jp、はい、senju@cwave.jp までメールください。はい、よろしくお願いします。さあ番組の冒頭でひとみちゃんが皆様にお出ししたなぞなぞなんですけれども、もう一度じゃあ言っていただけますか。はい、はいはい、4月に、新しくなる土は何でしょう。4月になると新しくなる土は、土、はい、何でしょうかということですけれども、しずちゃんさんは分かりましたか。分かんない、分からない、しずちゃんでも分からない。じゃあ、北千住の CM 放送局に来てるお客様が分かったと言ってます。はい、粘土。正解。よく粘土が変わるとかって言いますよね。そうそう、新粘土とか言いますのでね。はい、おめでとうございます。じゃあ今日のね、じゃあ正解のお客様、はい、差し上げたいと思います。おめでとうございます。さあ、あ、じゃあ後ろの方にもね、はい、後で差し上げましょう。じゃあディレクター、今日は、何人正解。3人。じゃあ3名の方にこちらね、マスクをお送りしたいと思います。いや、楽しかったですね、あっという間で。しかもなんかモンブランも食べれて嬉しかった。勉強になりましたね、いろいろね。勉強になったし。しずちゃんどうでした、あの出演された感想は。恥ずかしいこと、すごいドキドキ
キしちゃって、こっちもドキドキしました。カメラシーンです。はい。申し訳なかったです。どうもありがとうございました。遊びに来てくれて、はい。じゃあひとみまたね、会場の皆さん、そしてご覧になっていただいた皆様に御礼の気持ちを謎かけてお願いいたします。リスナーの皆様、会場に来てくださったお客様とかけまして、公務員のお家叩きます。公務員のお家叩きます、はい、その心は、はい、感謝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 。